皆さんこんばんは。2018年2月1日木曜日、時計の針は夕方6時を回りました。夕刊 TV 今日もスタートいたします。キャスターの千葉の優です。どうぞよろしくお願いします。さて1月ももう終わっていよいよ2月ということなんですけれども、本当に早い1ヶ月でしたね。ちょうど1年前を思い出しますと、僕は大学で卒業論文の最終調整を行っていた時期で、その頃のことを思い出すと、まさか自分がこうやって夕刊 TV でキャスターをしているなどとは夢にも思っていませんでした。あと2ヶ月で僕 FM 読みたいに入社してちょうど1年になろうかとしているんですけれども、また今後もさまざまな場面でですね、皆様のもとに情報を発信するなどして頑張っていきたいと思いますので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。さあ、それでは早速始めていくんですが、その前にまずはこちらのお写真をご覧ください。今動画をご覧の皆さんには満月のお写真見ていただいています。こちら FM 読谷ファンクラブ関東支部の皆さんから提供していただいたお写真となっています。昨日の放送でもお伝えしましたが、実は昨日の夜、スーパーブルーブラッドムーンということで、世にも珍しい現象が3つ重なった月が見れた日だったんですね。ただあいにく沖縄県は皆さんご存知の通り雷雨などがありまして、夜の天気は曇っていて見ることができませんでした。しかしながら今回ですね、このファンクラブ関東支部の皆さんがこうやって写真を提供してくださいまして、本当に大きな満月、また非常に赤みがかっていて非常に珍しいものなのではないでしょうか。本当にファンクラブの皆さん、珍しい写真をありがとうございました。さあ、それでは早速今日の夕刊 TV 進めてまいりましょう。まずはラインナップからご紹介いたします。今日の一番ニュース、中日ドラゴンズ歓迎セレモニー。夕刊読みラジは読谷村が生んだロックスター直木屋。とことん読谷、知っとこ読谷は宮城県石巻市田代島の復興開発に関する寄付についてのお話となっています。それでは早速参りましょう。今日の一番ニュース、今日の一番ニュースはおかえりなさい中日ドラゴンズの皆さんということで、今日ですね、読谷村役場1階にて行われました中日ドラゴンズの皆さんのキャンプイン歓迎セレモニーの模様を動画にてお伝えいたします。それでは早速 VTR スタート。今朝読谷村役場1階にて行われました中日ドラゴンズ歓迎セレモニー、ドラゴンズのあの有名な選手も参加したそうですよ。中日ドラゴンズの皆さん、今年もまた1ヶ月ですね、おのおのの目標に向かって頑張っていただきたいと思います。ご案内のように皆様の宿泊施設から平和の森球場もですね、周りは全て農業基盤を整備したところでございます。読谷は沖縄一の日本一の今ファームをですね、40億かけて今年度で整備します。そこでは日本一の農産物をですね、今作ろうということで、人参とかですね、マンゴーとか、いろんなのをやってますけど、ぜひですね、中日ドラゴンズも平和の森読谷のファームからですね、一軍に上がって、そして日本一を目指して、頑張っていただきたいと思います。皆様のこの1ヶ月間のですね、キャンプの、成功と、ドラゴンズが日本一になることを、記念してですね、挨拶といたします。頑張ってください。おはようございます。またこの地に戻ってくることができました。選手たちは一人一人が一軍の戦力になれるために、しっかりとこの地で一日一日鍛えていきたいと思っております。またそれで来年皆様にいい報告ができるように、しっかりと1ヶ月無駄がないようにトレーニングしていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、皆さんには今日の朝行われました中日ドラゴンズ読谷キャンプの歓迎セレモニーの模様をお届けいたしました。この今月2月の間、こちら読谷村でキャンプをしてくださる皆さん、どうぞ見かけたら応援の方よろしくお願いいたします。それではここで FM 読谷から中日ドラゴンズのキャンプインにあたりましてのお知らせお届けいたします。まずはこちら、2月限定の応援番組のお知らせです。
千葉リオ中日キャンプイン読谷ということで、明日から始まるんですけれども、毎週金曜日午後5時からこちらの2月限定の中日ドラゴンズ応援番組がスタートいたします。平和の森球場に中継車を派遣しましての生放送となっています。もしかしたら選手の声も聞けちゃうかもということで、ぜひ皆さんお聞き逃しなく。さあ続いて、中日ドラゴンズのキャンプ期間中にドラシャメゲームも開催いたします。選手の練習風景やヨミトンと一緒に写っている写真をメールで送るだけ。件名にドラシャメゲームと書くのをお忘れなく。またお名前と連絡先も掲載してくださいね。メールアドレスはすべて小文字で FM 数字の786 @ FM 読谷 .co.jp まで。そして最後にこちら、読谷村ウェルカムプレゼントのお知らせです。さあ今回中日ドラゴンズの皆さんを応援するべく、県外からもレンタカーを借りて、さまざまな方がいらっしゃるかと思います。そんな方々にお知らせです。レンタカーを借りる際、レンタカードライブマップというものを渡されるかと思います。このドライブマップを持って FM 読谷までいらっしゃっていただけると、読谷デザインのオリジナルティッシュボックスケースをプレゼントいたします。なくなり次第終了となりますので、どうぞ皆さんお早めに足をお運びください。以上、今日の一番ニュースでした。ゆうかん TV、 琉球新報先読みニュース。このコーナーは琉球新報の提供でお送りします。それでは皆さんに明日の地方面から記事をお伝えしていきます。まずは読谷村の話題です。税関の仕事・役割を知って。読谷小学校キャリア教育教室、麻薬探知犬に拍手も。読谷小学校は29日、キャリア教育の一環で沖縄地区税関の職員による税関教室を同校で開きました。麻薬探知犬チームの比嘉さんらが訓練を受けたラブラドールレトリバーに指示をして、麻薬の匂いがするバッグや段ボールを探知する様子を披露し、子どもたちからは拍手が沸き起こりました。税関の仕事や役割についての講話もあり、児童は真剣な表情で話を聞いたそうです。児童からは、麻薬探知犬の嗅覚は他の犬より優れているのか、どうしたら犬を扱うハンドラーになれるのかといった質問が上がりました。職員の方が、どの犬も人間の数万倍の嗅覚を持っています。麻薬探知犬の嗅覚は普通の犬と一緒ですが、性格の合った犬が訓練されています。また国家公務員試験に合格して税関職員となるので、ハンドラーには免許は必要ありませんなどと説明をしました。6年生の松田さんは、あんなに可愛い犬が麻薬を見つけることができてすごいと思ったと感想を話しました。こうやって税関のお仕事、特に麻薬探知犬を使っての捜査というものは、なかなか通常の生活では見ることがないですよね。こうやって小さい頃からこういったものを見ることで、また将来の夢の幅も広がりますからね。非常にいい経験になったのではないでしょうか。さあ続いての話題は豊見城市から。豊見城市立豊崎小学校で1月31日、豊見城市長とトマトランチ委員の豊崎小学校が開かれました。義母市長は3年5組の給食に招かれ、児童らとともにミニトマトやチキンと野菜のトマト煮など、市特産のトマトに舌鼓を打ちました。豊見城産トマトを県内外に PR するキャラクター、トマジローも駆けつけたそうです。豊見城市のトマト生産量は県内の6割を占めます。給食週間の一環で地元の食材を味わいながら、地産地消について考えてもらうことが目的です。30日は市内の8幼稚園、8小学校、3中学校にトマトを素材に使った給食8500食が提供されました。トマトを提供した JA 沖縄豊見城支店ミニトマト共選部会の長峰会長は、生産者は皆さんに美味しいと思ってもらえるトマトを作ろうと頑張ってきました。これからも豊見城市のトマトを食べてほしいと呼びかけました。フランクリン・カイル君は、さっぱりしてみずみずしいトマトでとても美味しかったと笑顔を見せました。また坂本さんは、
トマト煮は不思議な味がしたけどとても美味しかった、また食べたいと話しました。義母市長は豊見城市の美味しいトマトをたくさん食べてぜひ宣伝してほしいと呼びかけました。さあ、大学の時もそうだったんですけれども、僕の周りに意外とトマトを嫌いな方が多いんですね。まあ、僕自身も食べるけれどなかなか得意ではないっていうところがあるんですけれども、このトマトを作った方々が一体どういう思いで、またどういった気持ちで作ったのか、そういったところが分かるとまた味わい方も変わってくるのかもしれませんね。最後に南城市の話題です。笑いヨガで元気に。南城市大里農村改善センターでこのほど笑いヨガが開催されました。発足1周年を迎えた南寺笑いヨガクラブ会員や那覇市内で笑いヨガを指導している白内さんら30人余りが集い、輪になって笑いヨガを楽しみました。南寺笑いヨガクラブはストレス解消や高血圧、糖尿病など慢性的な病気に効果があるとされる笑いヨガを南城市でも取り組もうと会員の津波子さんらが呼びかけスタート。毎週土曜に大里農村改善センターで朝と代表を中心に笑いヨガを実践しているんだそうです。まあ、病は気からという言葉もありますから、こうやって普段から笑顔を浮かべていることで病気の予防にもつながるのかもしれませんね。どうぞ皆さんも機会がありましたらこういった笑いヨガなど挑戦してみてください。この他にも様々な記事掲載されていますので、明日の地方面お楽しみに。以上でした。琉球新報先読みニュース、このコーナーは琉球新報の提供でお送りしました。ゆかん TV。 いやさあさあ、読みラジ、今日ご紹介するのはこちらです。読谷村が生んだロックスター直木屋さんということで、実は先日ですね、ここ FM 読谷に直木屋さんの大ファンだという男の子が遊びに来ていたんです。その時の動画と一緒に直木屋さんグッズの紹介などをさせていただきます。まずは動画をどうぞご覧ください。 VTR スタート。今日はですね、 FM 読谷のスタジオにですね、可愛い子供たちが来ております。なんと直木屋さんが好きだということで、今流れているこの直木屋さんのテーマソングが何か歌えるということでね、お話を伺ったんですけども、こんにちは。こんにちは。直木屋さん好きですか？はい。どういうところが直木屋さん好きなんですか？最初のところが。最初？あ、今この曲の。で、なんか話聞いたら、あのライブも行ったっていうことで、どこのライブに行ったんですか？大鳥ホールです。あ、大鳥ホール？大鳥ホール。はい。どうでしたか？生の直木屋さん見て。楽しかった。楽しかった。ね、あ、僕グッてしたんだよね。結構最前列の方で見られてたんですか？どうだろう、お父さんと2人で、ね、あ、お父さんと2人で、ね、そう、私はね、残念ながら行けなかったんだけど、あ、いやいやいや、ね、日頃からこのね、今かかってる直木屋さんの曲って歌うのかな、ね、何もない時も歌ってるんだけど、歌ってる時々ね、78.6 この曲どういうとこであれ聞くんですか、日頃は？あの、車のラジオで。車のラジオで、うん、そうそう、ちょうどこのもうすぐなるねって、8時とか9時とかなるねっていう時に、55分ぐらいからあのチャンネル合わせて期待して待って、違ったらあれかからなかったね、残念ってなるんだよね。あ、今ちょうど今サビほら流れてるよ。FM 読みた 78.6 今日はちょっと声小さいから日頃だともっと大きく歌うんですか？大きい声出たよね。あ、いや、あ、踊らない今日。あ、踊りもするんですか？車の中じゃなかなか踊れないけど、ね、お家だったら踊るよね。はい、ね、じゃあ、ね、大好きな直木屋さんに一言メッセージ、何かある？大好きよって言ったら。もしかしたらこのラジオと映像、直木屋さん見てるかもしれないよ。本当、これ後でね、直木屋見るかもしれない。直木屋さん大好きとか、ね、またライブやってねって言ったら鼻くそほじるのも見るはずよ。あ、いいや、大変、大丈夫、何でもいいよ、直木屋さんに、ね、メッセージ。またライブ行くねしたらどうする？またライブやってね。わかりました。でもお名前聞いていい？今泉圭一。圭一、圭一、あ、圭一くん、 OK。 じゃあ直木屋さんにこの思いね、届いたと思うよ。よかったね、はい、ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。
ということでお届けいたしました。非常に可愛らしい男の子でしたね。さあここで直木屋さんグッズのお知らせです。こちら、さあまずこちら CD、 こちらセカンドアルバムになっています。そしてこちら左手こちら側に持っているのが直木屋さんの2018年度カレンダーとなっています。どちらも現在 FM 読谷で販売中です。 CD の方が2000円、カレンダーの方が1000円となっています。お買い求めの方はどうぞ FM 読谷までお越しください。こちらのカレンダー僕も一つ購入したんですけれども、まあ、2ヶ月ごとのカレンダーになっていまして、めくるのが毎月楽しみになる、そんな中身になっています。詳しくはどうぞお買い求めになってお確かめください。以上今日の夕刊読みラジでした。観光情報番組読谷ラジオは毎朝9時より紫村サテライトスタジオから生放送でお届けしています。明日もお楽しみに。夕刊 TV FM 読谷インフォメーション、今日ご紹介するのはこちら。第26回沖縄マラソン応援 CM 募集、明日までとなっています。さあ2018年は第26回沖縄マラソンが開催されます。そしてこの沖縄マラソン FM 読谷が完全生中継、インターネットでの映像配信をいたします。大会当日は会場からジョガーの皆さんの有志と応援者の声を生中継、インターネットテレビにてタイムリーにお届けいたします。そこでこの生中継第26回沖縄マラソンに向けて、どうぞジョガーの皆さん並びに大会全体を応援する CM を募集しています。プランは次の通り。1万円プランは期間中 CM が10本、3万円プランは30本、5万円プランは50本流れることになっています。僕のおすすめはもちろん一番多く流れる5万円プラン。このほか詳しいことは FM 読谷 098-958-7860 までお問い合わせください。以上 FM 読谷インフォメーションでした。夕刊 TV 続いてはとことん読谷知っとこ読谷、最初の話題です。宮城県石巻市田代島の復興開発に関する寄付についてのお知らせです。現在読谷村内で宮城県石巻市田代島の復興開発に関して寄付を募るといった活動をしているという団体の情報が寄せられています。その件につき宮城県石巻市は特定の団体に依頼して寄付を求める訪問募金などは行っていないということです。読谷村は民間団体が行っている募金活動に対し助言や干渉をする立場にないことから、寄付するか否かについては個人の判断となります。寄付する意思がない場合ははっきりとお断りをするようにしてくださいね。以上でした。続いてはこちら。八千文の里キナの歴史探訪ウォーキング大会のお知らせです。読谷再発見八千文の里キナの歴史探訪ウォーキング大会ということで、こちら2月11日日曜日に開催されます。受付は8時30分から、スタートは9時からです。参加方法なんですが、こちら当日受付のみ、事前申し込みなどは必要ありません。あ、ちょっと時間があるなですとか行ってみたいなと思いましたら、ぜひ当日足をお運びください。また水分補給も必要になるかと思いますので、飲み物などは各自で持参するようにしてくださいね。歴史探訪コースはおよそ 4.2 キロとなっています。どうぞ歩きやすい服装でのお参加をよろしくお願いいたします。以上でした。このコーナーでは皆さんからのメール、動画、取材依頼募集しています。宛先はすべて小文字で FM 数字の786 @fmyomitan.co.jp までお寄せください。以上、とことん読谷知っとこ読谷でした。夕刊 TV 読谷夜明かりプロジェクト。さあ、今回ご紹介するのはこちらです。読谷夜明かりインフォメーション。まずは86日間毎日開催されている夜のランタンステージ、2月1日木曜日の出演者は大道芸人翼さんです。午後7時15分からおよそ45分間、紫村の園内中央ステージにてパフォーマンスを披露してくださいます。
この他の出演者リストは読谷夜明かりプロジェクト公式ブログにて発表されていますので、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。続いてこちら読みフォトのお知らせです。読谷村を明かりでつなぐフォトラリー読みフォト。読みフォトというのは読谷夜明かりのもと素敵なワンシーンや楽しい一コマ笑顔をみんなでシェアする SNS 型のフォトラリーです。読谷村内の出来事をみんなでラリーして読谷のいいところをたくさん発見できたらいいなという、気持ちのもと生まれました。ということで読谷村内で撮影したお気に入りの写真に半角のシャープ読みフォト、あるいは半角シャープ琉球ランタンをつけてご自身のインスタグラムに投稿してください。読谷夜明かりプロジェクト期間中、これは2017年の12月2日から今年の2月25日まで、この期間内に投稿されたこのハッシュタグ付きの写真の中から抽選で読谷グッズをプレゼントさせていただきます。どうぞ皆さん読谷村内の夜明かりの下で撮った写真ぜひぜひご投稿ください。以上読谷夜明かりインフォメーションでした。ゆかん TV、 さあお届けしておりますゆかん TV、 続いては読谷交通情報です。それでは国道58号レオンカメラから見た現在の道路の様子皆様にお伝えしていきます。まずは国道58号レオンカメラから見た南向け嘉手納方面大安交差点向けの車の流れ、こちら現在順調に流れています。車の台数もそれほど多くなく順調に流れています。今のところ混雑や渋滞の心配はございません。しかしながら下り坂にもなっていますので、どうぞスピードの出しすぎには十分注意をしてくださいね。続いて同じく国道58号レオンカメラから見る北向けイラミナ・キナ方面ニューラッキーランドリー向けの車の流れ、こちら現在車の数は多くなっていますが現在渋滞などはしておりません。しかしながら混雑する場合もございますので、どうぞ皆さんこちらの道を通るときは十分注意をしてくださいね。日も暮れ視界も悪くなっています。また雨の影響で路面なども濡れているかと思います。スピードを出さず前との車の車間距離を十分に保ちつつ安全運転を心がけてください。続いてラジオでは次の時間にもお伝えしています。平日の朝7時30分からと夕方の5時45分からお届けしています。以上読谷交通情報でした。ゆかん TV、 みんなのお天気希望。このコーナーでは皆さんが希望する明日の天気を動画にて紹介していきます。さあ昨日の夜は非常に雨が強くて少し怖いそんな天気でしたね。今日登場される方は一体どんな天気を希望してくださるんでしょうか。それでは早速 VTR スタート。 au ショップ読谷古原店池原です。明日の天気は晴れがいいです。理由としては暖かい方が過ごしやすいので晴れがいいと思います。以上です。さあここ数日の寒い天気、それから曇り空や雨などを考えますと、確かにそろそろポカポカした陽気が恋しくなってくる時期ではありますね。さあ今回のそのお天気希望を叶うんでしょうか。続いては天気予報です。それでは本日午後5時沖縄気象台から発表された天気予報を皆様にお伝えしていきます。まずは天気概況から。沖縄本島地方の沿岸の海域では2日にかけて波が高い見込みです。海上や海岸付近では高波に注意をしてください。続いて中南部の天気。北の風やや強く曇り、波は3メートルの高さと予想されています。続いて今夜から明日の朝にかけてです。今夜は曇り、明日の朝も曇りとなっています。残念ながら明日も一日曇るようですね。最後に今現在出ている注意報警報です。現在警報は出ていませんが波浪注意報が出されていますので、どうぞ海岸付近の皆さんは十分ご注意してください。以上天気予報でした。ゆかん TV、
さあお届けしてまいりました夕刊 TV。 今日この夕刊 TV を動画でご覧になっている皆様、お気づきになったかと思います。普段ですとこのコーナーとコーナーのつなぎ目に表示される写真、1月に入ってからはお正月の写真や犬の写真、まあ犬年ですからね、犬の写真など使われていましたが、今日から新規一転、今回はドラゴンズ、中日ドラゴンズをテーマにした FM 読谷スタッフの写真が掲載されています。気になる方、ラジオで聞いている方気になりますよね。ぜひどうぞ動画にてチェックしてみてください。さあお届けしてまいりました夕刊 TV、 2月に入りますとまた中日ドラゴンズの特番も始まります。先ほど一番ニュースでもお伝えしましたが、明日からスタートですね。毎週金曜日午後5時から中日ドラゴンズ応援番組も1時間スタートいたします。また中日ドラゴンズのキャンプの期間に合わせまして、ドラシャメゲームもスタートいたします。選手の写真やドラゴンズにまつわるお写真などぜひぜひ撮っていただいて FM 読谷までお送りください。抽選で素敵な読谷グッズなどもプレゼントされますので、どうぞ皆さんふるってご参加くださいね。さあお届けしてまいりました夕刊 TV、 明日もまたこの時間にお会いいたしましょう。それでは皆さん、また明日。プレゼンティドバイウィンズ池原建設。From 全国各地で頑張ってるリスナー、届く言葉、これは青春のメッセージ、大切に日々を過ごしてるかい。あの日あの時ラジオから聞こえた僕を動かす強い力、ひたむきにがむしゃらに前を向いて走る君にもこの歌送るよ。生命ボイス XFM よりはつながるこの気持ち、僕らのレディオよ響け。晴れの日でも別れの時にも、いつもこの音聞こえたら笑顔になれるのだから。嬉しいこといろいろ、楽しいこと山ほど、ばっかりでもないけど、生きていけばいくほど、人は知れば知るほど人は好きになるのよ。そんなメールなるほど、大げさなことじゃなくていいんだね。毎日通う道にかかる虹、同じ時を過ごし同じ空見て、同じニュースで涙を流してたな。 7.6.7 よりなんつながるこの気持ち、僕らのレディオよ響け。晴れの日にも別れの時にも、涙がこぼれた日も、間違いただせずいた日も、光を灯せば聞こえてくるよ。始まってた僕らの未来。雨が降るほど晴れる日も、歩いて行こう、あなたと出会えた奇跡を掲げ。雪の日も嵐の時にも、君と手をつないでいたら笑顔になれるのだから。 7.6.7 よりだ、繋がるこの気持ち。